に富士山が撮れたね。富士山？うん、かすかに映った。目が良ければ見れるかもしれない。目を照らされた。よし、OK、脱衣。うん。かわいい。よしか。よし。ウエストの。ゆうゆうさん、あ、だそうだそうだ、あ、褒められてるな、こっちは。お客さんに、かみにすべきかどうか迷ってしまう。でも、どっちでもいいんじゃない、わかんない。悩む時ね。でも、さすがに、触ってる。あ、まあいいや。悩むでしょ、うん、他の飼い主さんの気持ちいい人が談義したいところまあね、なんかどうする、なんか後ろだからさ、サボってくださいって言っても躊躇しちゃうじゃん。なんか正面にしょって言われるんだから餌食ったら、うん、もらったから後ろだからさ、なんか続かない振りがいいかなとかさよくわからない気持ちが、なんか顔に映ったスタジオとか、うん、これ躊躇です。じゃあ降りてきますか。今日6号路下山モード入ってるから、うん、早く降りてんの、普通にしようと、正直言って山道あるから、もう、時間が時間だからさ、サクッて降りないとまた暗くなっちゃうから、それだから、ちょっと内心、どうしようかな、反応したいかなと思いつつも、え、さっきの人、いや、何もいいんだよ。そうそうそう、やっぱ別に、あの、悪い意味じゃなくてさ、まあ、まあでもいいんじゃないか。あれ、なんか変にあれしても、あれかな。うん、一旦軽くちょっと振り向いたけど、うん、こっちに目線来てなかったからじゃあいいやっていうのもある。じゃあ6号路で降りますか。悩むよね、正直悩む。帽子かぶってるんで、私帽子、あ、ここにいた。顔が焼けてないんだったらいいわ。暑いね、ほんと。6号路から降りようかなと。